ラーナイト ST スタジオ。異色すぎ。すごいなんかね。ということで、誰やばいやつら2人いますけども。こんにちは、えっちゃんです。えっちゃんです。えっちゃんじゃないやん。今日ボンボン TV じゃないの。ゴーストバスターズ。ゴーストバスターズ今日。そうです。ゴーストバスターズの、ありがたい、ハイグレタマオです。よろしく。タマオちゃん、ゲーム実況で活躍されてます。お願いします。今日はコラボということで。あなたも誰なのよ。わかりません、このマスク。ヤンヌさんです。よろしくお願いします。また異色のコラボシリーズ、ゲーム実況、有名実況者の2人さんとやっていくということで。やっていきます。やったー。もう、あの、新歴が好きなんでね。そうなんですよ。好き。大好き。すごい好きだけど、今めっちゃ怖い。そう。頭をちむちむいってこの前の馬面のやつ、馬面と舐めてるからね。一番怖い言ってる割になってる。いやいやいや、ちゃんと対策してきたんだよ。舐めてる。この言動が舐めてる。これをさ、ここ家来て瞬間にフーフーで振り回させたら、ホラーに興味があるということで、うん、やってまいりました。ホラーナイト総集編シリーズ。おー、出た。いつもね、まとめてるシリーズがあるんだけど、編集しても気づいてないんだけど、みんなよく見てるから、うんうん、コメントで、こんなのあったんだ、うん、それ一番怖いやん。そう、それをたくさんちょっと見ていって。気づかないで。で、玉尾ちゃんは結構怖くて信じてるんだけど、うん、ジャンヌは信じてない。ひねくれもんだから。ひねくれもんじゃないですよ。全然信じない。そう、全然信じない。結構そういう体験あってても、やっぱ信じない。だから今日はね、結構怖いのよ。今日は結構ふざけてるから。確かに。でも特にふざけてるからね。いや、違うよ。早速やっていきましょう。 ST 史上一番がっつり、うん、本当に顔が映っちゃった動画、うん、声じゃなくて。声じゃない、もう顔。どれ。2回。ええー。いやー、それは。でも俺は声高めの普通の人だと思う。いや怖くない。気持ち悪い。怖い。リアクション。なんならね、イヤホンで聞かせてあげる。いや、もういいって、そういうの。これが一番怖いな。いや、本日3本の動画。いや、もういい。本日3本の動画。いや、もういい。これ1本でもう今日の動画いいやん。普通そうなんだよね。普通はね。俺らまひってるからさ。そう、確かに。音を聞けば分かると思うんだけど、出てんのが絶対このマイクの周辺なんだ。ああ、近いよね。いるんだもん。近い。で、よく言われてるのが、そのみんなが見てるから、うん、あ、見てるところに、裏に、あ、そういうこと。一番見てくれてる。自分で言って、自分で撮りたくなっちゃう。鳥になっちゃう、これ。5分33秒で、たつきの服の色がね、変わるの。服の色変わるってまとめたんですよ。うん、その中に、顔が映ったっていうシーンがあったんですね。その中に、顔が映ったっていうシーンがあったんですね。なんでめっちゃ、ね、ここだけピンポイントに、うん、違うね、また、めっちゃ怖い。今、反応したってことは5分30ぐらいだったんだ。止まってんのかって、そこで。ほんとだ。33で止まってる。今止めてるからいいけど、今つかなかったの。ずっとこうなってんの。ほら、もう押せない。これやばくない。そこで止まってんの。押し、マジやらせないから押して。ほんとだ。手前は行くの。手前は行くのに、33止まる。これがカメラとか、なんかその光の問題だったら、みんなの色がパッて変わるじゃないですか。このピンポイントでこう変わる。なんか、うん、そう、なんか相当 CG 技術ないと思う。何だろう。実況者だから分かることだけど、無理だもんね、こんな。いや、無理。ほんと YouTuber の人がいい。あ、そうだね。たくさん来てくれればくれるほど、これが価値なんだ。実証の音声とかも、すごい自然すぎて。なんか今、一瞬声聞こえた。マジで。この辺で。多分女の声だと。どんってない。さっきどんどんって言ってね。聞こえた。やばい。結構起きてるよ。やばい、鳥肌やばい。やばい。7分。いや、それはやばいわ。聞こえてんの。なんか、ここら辺でガサッ。違う。めっちゃ気持ち悪くなってきた。多分聞こえてるよ。いや、今のはやばい。入ってんの。今のはやばいわ。うーって入ったの。嘘。これ。全然わかんない。生聞こえない。生聞こえなかったから、ずっとなんか鳴ってるんよ。生聞こえなかったか。
こっち側が見えるのかな。ちょっと待って、叩いて。あ、気持ち悪いやつ。やばい。え、鳥肌すごいもん。ほんとやべえ、鳥肌やばい。やばいやばい。ほんとに鳥肌やばいよ。やば。え、今、キュッ。え、マジで完璧に。なんかめっちゃ光るんだけど、俺。どこどこ、クーラーの下。大丈夫、涙目になってるよ今。おえつしてて、こうなってった時はな、体が出そうとしてるらしくて、取り付こうとしてて。あ、すげえ。え、光るよね。光ってる。え、気をつけて。ええ、見えたよ。え、光ってる。見えてる。あ、今。え、ちょ、え、待って、ちょ、玉尾さんこれじゃないの。違う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 。あ、あれしょ、これ柱のところでしょ。そう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 。見えた見えた見えた。あれいつもあそこなんだよね。続き行こうか。ここやばいでしょ。バンバン来んの。なんか一つ。ああ、なに、怖い、怖いよ、怖いよ、怖いよ、怖い、お分かりいただく。やばいやばいやばい、めっちゃガッツリ見えた。見えたでしょ。やばい、本当にでかいんだ、こんなでかい。え、それがさ、なんかそのずっと光ってるんだったらなんか反射だと思うんだけど、動くんだよね。そうそうそう。誰も目がしてないよね。そう。で、前やばかったのがこことそこに2箇所。次行くよ。次9分26秒に、うん、女の声が聞こえるらしい。出た。うわー、やだ、その声系やだな、本当に。怖いよね。発射してみて。ここでもボケるようになったんか。うわー、あー、やばい。なんかね、本当ね。笑った。あ、やばい。声がね、なんか出ないっていうか、もうすごい背中が熱い。ちょっと待って待って、背中が熱い。なんかすごい熱いんだよね。わかるかな。声出てないよ、急に。最初リアクションめっちゃ取ってたじゃないですか。リアクション取れないみたいな。急に静かになったもんね。今普通に俺とノリが聞こえた男の声に関して。なに、え、なに、どうした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 、やばい。え、どうした、やばい。ここの辺から聞こえた。嘘、声聞こえた。電気つけるか。やばい、もうやばい、びっくりした。ねえみたいな感じで聞こえた。うわー、それやばい、やばいわ。この動画は、聞くたびに違う霊の声が入るっていうトラウマの放送事故のラジオの音を聞いた時なんだけど、これね。そう、ホラーじゃないんだ。なんかホラーの人とかね。うわー、そう、うわー、聞こえた。やばいよ。呼吸音がさ、明らかに近すぎない。あ、聞こえたわ、それは。何今の、何が、なんか、え、なんで、なんか揺れてる、揺れてる、揺れてる、帽子揺れてる。なんで揺れてる。ちょいちょい、ジオンのやつ。おお、いいわ。ジオンっぽい。確実、これ確実だって、全然ちゃうもん、男ちゃうもんな。やばい。マイクの近くやもん、こんな。マイクの近く。見て、あ、また揺れ出した。あ、ほんとだ。ほんと。エアコンにしては、でかすぎるよね。え、なんで。あ、びっくりした。なんで。どうした。おお、ピトピト言ってたでしょ。ええ。ジオンの都市伝説やった動画。うん。これの8分14秒に声が聞こえる。続けるっていうの。うん、なんかね、もうこれも事実。うわー、これ気持ち悪い、マジで。え、けど似てるもんね、さっきから。そうだね、同じ人っぽい。いや、けど、なんか長さが違うんだよ。なになに、それさ、えそれさ、一つも倒せるじゃない。どうしてよ、早く。ブルボッコにされてます。マジでさ、なんでこう、俺ら気づかねえんだ。話じゃん、こんなん。気づく、気づくよね、編集してる身からしたらさ。いや、何個か絶対気づきますよね。いや、何個か気づいてんだよ。うん、気づいてるけど、それでもさ、こんなレベル気づかないよ。そうだね。シンクロでハメをすんなよ。ということで、今日は6個から7個まとめを紹介したんですけど、新しいまとめ。うわっ、うわっ、また聞こえたよ。嘘なの。怖いかと。やばくない、こんなに。今日のまとめとしては、まあ光ったのと、帽子がやばかった、あとはノリが聞いた声と、タマちゃんも声と、この辺してるね。今聞かれ、この辺からしてんだよ。今でもしてた。女でしょ。女、女、髪色のセリフ。ふざけんな。タマちゃんの聞いた声と、あとジャンヌ、ジャンヌちゃんの苦しい、めっちゃしてない。なんなら、ずっと今したよ。今なんか女の人の声してる。こっ
ちのね、また聞こえないんですよ、これ。ってことで、ジャンヌさんとタマオちゃんの方でも、この家で動画を撮っていくので、もしかしたら心霊現象が起きているかもしれないので、ぜひ、二人のチャンネルもチェックしてみてください。お願いします。お願いします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは、次のホラーナイトでお会いしましょう。バイビー。バイビー。最後こうやってこうやって手合わせるするおまじないしないいかれなーうわーうわーつかないでどれ2回本日3本の動画です多分女の声だとえどんって何今多分聞こえてるよえ名前聞こえなかったですけど新しい的今日はジャンヌちゃんの苦しくめっちゃしてない今ずっと